なんで日ハムなんだ。2024年シーズンも早くも交流戦に突入。各球団多く名試合を生み出していますが、今季パリーグの台風の目となりうるのが日本ハム。新庄剛志監督就任後、2年連続最下位と沈んでいましたが、今季は交流戦前で2位と快進撃を見せています。そんな好調日本ハムに今季から新たに加わったのが、オリックスから FA で移籍した山崎福也投手。新加入した左腕はここまで日本ハムの躍進に貢献していますが、今回は山崎が新庄監督率いる日本ハムに FA 移籍した本当の理由についてご紹介します。動画の最後にあなたの意見をぜひコメント欄で教えてください。数ある球団から日本ハムに入団した山崎。さっきオフに FA 移籍の目玉として去就が注目されていたのが、当時オリックスに所属していた山崎。その山崎をめぐっては、残留を含めて6球団の争奪戦が繰り広げられました。残留を要請しているオリックスを含めて、DeNA、ヤクルト、巨人、ソフトバンク、日本ハム。各球団との交渉を終えた時点で山崎は、終わったばかりというのもありますし、各球団の方々の熱意というか、素晴らしい条件もいただいて、まだどこがどうとかいうのはもう全くなくて、本当に一回冷静になって、もう一度ゆっくり考えたいですね。今年始まる前にはこんな風になるとは思ってなかったです。正直パニックになった自分もいましたけど、今は冷静になってもう一回考える時間を自分の中でしっかりと作っています、と驚きを隠せない様子も現状を冷静に話していました。一部からは、山崎が打撃を好きだと公言しているからセリーグの球団に行くのではという声や、ソフトバンクや巨人の提示金額が破格だったことから巨人とソフトバンクの一騎打ちだという声も。しかし、6球団による FA 争奪戦の末、山崎が新天地として選んだのは同じパ・リーグの日本ハムファイターズでした。この日本ハムは最も遅い交渉で最も低い契約条件だったこともあり、ファンや球界関係者も入団する可能性が低い球団だと考えていました。あるスポーツ紙デスクも、意外でした。獲得に名乗りを上げていた他球団の中で日本ハムが最も移籍の可能性が低いと思っていましたから、と驚きを隠せない様子を見せ、山崎は埼玉県出身ということもあり、在京球団に移籍すると見られていました。実際に巨人、ヤクルト、DeNA が獲得に動いている。打撃センスも抜群なので、投手が打席に立つセリーグというのも有力視された理由の一つです。条件面で他球団を圧倒していると言われていたのがソフトバンクでした。一方で、日本ハムはソフトバンクのように圧倒できる資金力があるわけではなく、パリーグで在京球団でもない、縁が薄い球団だと思われていただけに、今回の決断はびっくりしました、と縁もなく条件も他球団に劣る日本ハムへの入団にびっくりしたと改めて語りました。このスポーツ紙デスクの見解はファンも共感できたようで、なんで日本ハムなんだ、巨人かと思った、条件いいし打席立てるし、お金じゃない何かがあったんかな、日本ハムはないと思った、などと山崎の日本ハムへの入団に驚きのコメントが多く寄せられていました。山崎が日本ハムを選んだ本当の理由。関係者やファンも驚いた山崎の日本ハム入団。その理由とは一体何だったのでしょう。日本ハムへ FA 移籍が決まった後、山崎は12月6日に北海道北広島にある球団事務所で新庄剛志監督と共に入団会見に出席。そこでは、日本ハムとは4年契約の総額10億円で正式契約したことも明かされました。この金額を上回る条件提示をした球団もいた中、
日本ハム入団を決めた理由を問われた山崎は、理由としてはたくさんあるんですけど、まず僕自身すごくファイターズに縁を感じております。父も在籍していたことと、昨年オリックスから移籍したトライさんがいること、そして僕自身がすごく尊敬していた金子さんもいらっしゃいます。あとは北海道の地で中学3年生の頃に脳腫瘍の手術を受けていまして、そのような縁がたくさんあるファイターズに入らせていただくことになりましたと、その理由を説明しました。また日本ハムとの入団交渉の中で印象に残った言葉を問われた山崎は、吉村球団本部長とすごくたくさんお話をさせていただいた中で一番心に残っている言葉は、このファイターズというチームはこれから成長していく球団というふうに言っていました。その中で山崎福也という人間も一緒にこのチームに入ってこれからどんどん成長していく、この球団と一緒にピッチャーとして完成させていこうという言葉が本当に今でも残っていますと、交渉の席での日本ハムサイドの言葉に心を打たれたことも明かしています。そしてさっきオフの日本ハムは2年連続の最下位に沈み、チーム最多9勝の上沢がポスティング制度でメジャー挑戦を表明。先発陣の強化がテーマで、2023年11勝を挙げた山崎の獲得に乗り出したという背景がありました。また山崎はかねて先発として投げられることを考えていきたいと強調。そんな山崎に対して日本ハムは、同じ左腕の加藤貴之と並ぶエースとしての評価を伝えていました。そのような日本ハムの熱意が金額という評価を超えたのでしょう。金額面では日本ハムの提示した条件より高い球団もあったそうですが、山崎は、目先のお金だったら他のところに行った方が良かったのかもっていうのはあると思うんですけど、僕自身は野球人生を長くやりたいという夢があるので、そっちを優先しましたねと、日本ハムや北海道との縁、球団の熱意が伝わって日本ハム入りを決意したようです。さらに入団後に山崎は、複数回交渉させていただく中で本当に多くの資料を見せていただいた。僕自身のデータ、 NPB の投手を比較したデータもあって、今君の位置はこういうところにある、もっとできるはずなんだけどねと話してもらいましたと、交渉時に日本ハムから様々なデータの提示があったことを明かしており、金銭面では日本ハムの上を行く球団もあったが、他球団とは違うプライスレスな熱意の示し方にハートを打ち抜かれたようです。山崎が FA を行使した際に求めたのは、さらに成長できる環境。野球人生を長くと夢を持っていた山崎は、その時に確信を得たようで、データの種類がいくつかあって、自分はこんなにいい数字なんだって逆に驚いた。数値によっては NPB で上の方で普通にやればもっと結果を出せるよと。その上で直すべき部分、悪いところも教えていただいた。このチームなら野球選手として長くやれそうだな。と、日本ハム独自の交渉術が功を奏し、山崎は長く活躍できる環境として日本ハムを選択したという流れになったようです。新庄監督の存在。山崎の入団に関して忘れてはいけないのが新庄監督の存在。昨年の新入団選手会見で山崎について問われた新庄は、去年の登板機会がそんなにない時に山崎くんを見て、次の日に球団の方に、山崎くんちょっと取りたいんですけど、なんとかならないですかと言って、必ず2桁勝つピッチャーだと思って僕は見ていると。FA を調べたら次の年、よっしゃと。で、今季は2桁勝つような活躍をするなと。あくまでも俺の気持ちの中でね。そしたら11勝してわちゃーと思いながら、バッティングが好きということで、セリーグも含めて全部で6球団?もう願っていましたよ。毎日来てくれないかな、来てくれないかなと、ずっと思いながら答えを待って、夜中ですか、加入の一報を聞いた瞬間、もうガッツポーズですよ。と、
山崎の FA より先に球団に獲得を要望していたこと、加入が決まった際に喜びを爆発させたと明かしました。また、山崎の獲得決定後に自身の SNS では、ファンの皆さん、山崎くんは素晴らしいプレイヤーであり、最高の人間です。エスコンで温かく大拍手で迎えてください。と呼びかけるなど、山崎を迎え入れる粋な計らいも見せるなど、山崎に対して熱い思いを持っているのが新庄でした。さらに山崎の入団会見で、山崎が好きなバッティングの話になり、山崎が、バッティングは個人的には好きですし、得意ですけど、そこは監督の指示通りに従いますと話すと、新庄は、ファイターズは決まりがないチームなので、山崎くんと球団と話しながら、バッティングをしたいというなら協力したいし、山崎くんが来年1年目は、ピッチャーとして全力でやっていきたいとしたらそうしたい。と、山崎が楽しくプレーできる方法を前向きに検討するなど、持ち前の選手をやる気にさせる一面を見せました。枠にとらわれず、選手に寄り添う新庄の姿は、山崎、そして他の選手も、ここで野球をしたら楽しいと思わせているのではないでしょうか。FA 大成功。日本ハムでも躍動する山崎。現在山崎は新天地で快投を続けています。5月14日の西武戦で4勝目を今季2度目の完投で飾った山崎。まさにチームを牽引する原動力となっていますが、その胸の内には積もり積もったある思いが秘められているようです。プロ9年目の昨季、初めて2桁勝利をマークしましたが、今季はそれをも上回る可能性は十分あります。なぜ31歳の左腕は勝ち星を量産できているのか。その裏には開幕前から胸に秘める強い決意が大きい。山崎は今春のキャンプ前に新天地の1年目にかける思いを、規定投球回を投げたいことや防御率を良くしたい気持ちはもちろんあるんですけど、と話した上で、プロ生活は長いのに、まだ僕は昨年1シーズンしか大した成績を残していない。しかも2桁勝利したといっても、僕の中ではオリックス打線の援護があってのことだと思っているので。だから昨年の結果には何も満足していないというのが正直な気持ちなんです。と、積年の思いを打ち明けています。そんな思いを振り切る活躍を見せたのが、交流戦初登板となった甲子園での阪神戦でした。この日、新庄の奇襲ともいえる采配で、山崎は6番投手として先発出場。その期待に応えるかのように山崎は、第2打席に先制タイムリーを放つと、投球でも7回、102球、3安打、2四球、8奪三振無失点で、リーグ単独トップとなる6勝目を挙げる、二刀流の大活躍を見せたのです。この試合のヒーローインタビューで山崎は、アマチュア時代を思い出して野球を全力でやっているなという最高の気持ちでした、と語ると続けて、6番を聞かされたのは球場入りしてから、嬉しい気持ちでいっぱいでしたし、新庄監督に6番という打順に置いてもらったので、なんとかその期待に応えたかったのでよかったです、と結果的に自らを助ける決勝打となった打席を振り返っています。この山崎のコメントを見ると、自分が長く活躍でき、成長できる場所、それが日本ハムというチームと新庄監督なのかもしれませんね。いかがでしたか？今回は山崎が新庄監督率いる日本ハムに FA 移籍した本当の理由について紹介しました。日本ハムの熱意が山崎の心を動かしていたようです。また入団した後も山崎をやる気にさせている新庄監督。ここまで日本ハムの躍進に貢献している山崎が新庄監督と共にどのような成績を残すのか本当に楽しみですね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。